裾のスリットの縫い方を説明します。身頃を合わせていきます。片方を表に返して中表になるように合わせます。待ち針で留めたらスリット止まりまでミシンで縫っていきます。スリット止まりまでミシンで縫えました。縫い代は1枚ずつロックミシンをかけて、裾にもロックミシンをかけておきます。裾を出来上がりの位置に合わせて折ってアイロンをかけます。待ち針で留めたらそれぞれの裾をミシンで縫います。裾がミシンで縫えました。脇の縫い代を割ってアイロンをかけていきます。スリットの部分も出来上がりに合わせてアイロンで折ります。待ち針を留めたらスリットの部分をコの字にミシンで縫っていきます。ミシンでコの字にスリットが縫えました。表側はこのようなステッチになっています。スリットの角を中縫いする場合は縫い代にアイロンをかけます。縫い代は割ってアイロンをかけていきます。縫ってないスリットのところも出来上がりに合わせてアイロンをかけていきます。スリットの部分にアイロンをかけたら裾も出来上がりに合わせてアイロンをかけていきます。スリットの角を縫っていきます。先ほど折った裾の縫い代は広げてスリットの方の縫い代を中表になるように折ります。待ち針で留めたら裾の出来上がり位置でミシンで縫っていきます。両側のスリット角がミシンで縫えました。縫い代を切り落としていきます。ミシンステッチから1センチぐらいの位置に切り込みを入れます。広げて出来上がり位置で切り落としていきます。両側が切り落とせたら表に返していきます。縫い代が見えている場合は中に入れ込んで待ち針を留めていきます。待ち針で留めたらミシンでスリットをコの字に縫っていきます。スリットがコの字に縫えました。次に裾をミシンで縫っていきます。裾がミシンで縫えました。端の部分はスリットのステッチ位置で縫い止まっています。裾のスリットの完成です。